こだわり満載スパイスカレー。辛いです、汗かきます。僕は食べるサウナかなって自分では思ってます。絶品スタミナグルメ、まずは牧之原市静波にあるカリーフォルニアハグ。去年10月にオープンしたカレーとハンバーグのお店です。気になるのは外観がお蕎麦屋さんということ。もともと大家さんをやってたのが、創業140年になるお蕎麦屋さんだったので、そこをこうリノベーションさせていただいて、カレー屋さんをやらさせていただいております。定番人気のメニューはケンケンスペシャルカレー。スパイスカレーとハヤシライスが別盛りで野菜も乗っています。玉ねぎとあとはチキンのだし汁になります。でスパイスと調味料を合わせると15種類以上のものを使ってます。カルダモンやクミンやクローブといったものを使っております。風味とコクを重視してますので、後からじんわりくる辛さ、いろんなスパイスが効いていてスタミナ満点です。自家製 のデミグラスソースを作る段階で、ハヤシライスも一緒に作ってまして、そのハヤシライスをかけてカレーとこう合いがけっていう感じでやらさせていただいてます。牛すじなどを煮込んで仕上げるデミグラスソースがベースとなったハヤシライスはやや甘めでコクも感じます。トロトロの牛すじをトッピングするのがおすすめ。ハヤシライスとも相性抜群です。一番人気はちょいがけけんけんカレーとチーズ煮込みハンバーグ。カレーとハンバーグが一緒に味わえる夢のメニューです。自分の父が、35年間ハンバーグ屋さんやってまして、父が去年引退しましたので、それを引き継いでそのままのレシピでチーズ煮込みハンバーグというのを出させていただいてます。オーブンに入れること十数分、デミグラスソースで煮込まれたハンバーグが出来上がり。粗挽きの合挽きになってます。大体150から160の間ぐらいのお肉で、ふっくらして柔らか食感、デミグラスソースが肉の甘みを引き立てます。こちらは熱々鉄板で登場する和風おろしハンバーグ。ニンニクと生姜とあと日本酒をと醤油ベースで煮込んで作ってます。たっぷりの大根おろしと一緒に食べるとさっぱりテイスト、生姜が効いたご飯が進む味わいです。カリーフォルニアハグのこだわりとは。食べやすさですね。やっぱスパイスカレーってちょっと癖があって、僕ちょっと苦手だったんですね。スパイスカレー自分で食べやすいような、誰にでも美味しいって言ってもらえるようなスパイスカレーを作るってことが一番の気をつけてることです。暑い夏にカレーとハンバーグでスタミナ満点のカリーフォルニアハグです。続いては情熱あふれるスペイン料理、絶品スタミナグルメ。浜松市中区サナル台にあるサーラプラザサナル台、その敷地内にあるお店エルカミーノ。2007年にオープン、2年前にこちらに移転してきました。店名エルカミーノの意味とは。スペイン語で道っていう意味になります。そのうちでお食事していただく間は、その一日の中のその人の道作りというか記憶に残れるような道が作れたらいいなと思って命名しました。この時期おすすめは夏季限定のパエリア。最初オリーブオイルで、シラスと夏野菜を炒めるんですけれども、夏野菜は、オクラとナスとズッキーニを使います。そこにトマトソースと味のベースとなるスパイスを加えたスープを投入。そして少し寝かせて水分を飛ばしたお米を加えます。うちでは芯を残さずに普通にしっかり炊き上げるように気をつけて炊いてます。美味しいその具材の出汁をスープに引き出して、そのスープをお米一粒一粒に吸わせて、で最後はきれいに全体的に炊き上げながら、鍋の底におこげをうっすらつけるっていう感じですかね。パエリアの炊き方はすごい気をつけてますね。シラスの出汁と塩気がすごい出るのと、あと今回そのズッキーニとオクラの粘り気ですね、これもそのスープによく出るので。
夏野菜でさっぱりしつつもしらすからの出汁が染みたスタミナ満点の一品です。続いてはファンが多いメニューのガーリックチキン。ガーリックチキンはもう本当にニンニクの効いたパンチの効いた料理になるんですけれども、鶏のもも肉1本大体 250g ぐらいのを少しこんがり焼いて、まあ、それにニンニクたっぷりのソースに絡めて焼き上げる料理になります。もうスタミナ満点です。中はとってもジューシー、バターベースのガーリックソースが食欲をそそります。こちらはエスカベーチェというお酢を使った料理。もうマグロを一度揚げて、でそれを玉ねぎと人参を、まあ、オリーブオイルとお酢を入れたさっぱりしたソースでちょっとマリネして寝かせたお料理になります。暑い夏にさっぱりいただけますよ。こちらのヤリイカの炭煮はバスク地方の定番料理です。臭みではないんですけど、イカの炭独特のコクと香りですね、を楽しんでいただきたいメニューです。ランチは前菜やドリンクなどをつけてセットにもできます。ヤリイカの炭煮はバゲットにつけていただくと相性抜群。スタミナ満点のスペイン料理が堪能できるエルカミーノです。